いつもありがとうございます。ナナシです。では今回なんですけどね、スカバイの新ポケモンの情報まとめということで、ハラバリについてまとめていきたいと思います。こちらなんですけどね、公式情報まとめとなっておりますので、安心してね、見てください。というわけで今後もね、ポケモン動画どんどん届けていきたいと思います。ぜひチャンネル登録、高評価で応援よろしくお願いいたします。というわけでね、ハラバリについて、こちらね、10月14日土曜日22時に放送されたどんなもんじゃ TV のね、2回目の配信で紹介された新ポケモンとなります。なんじゃものね、相棒ポケモンとなります。で、詳細につきまして、こちら電気ガエルポケモン。タイプが電気で、特性、電気に変える静電気となっております。高さね、1.2 メートル、重さね、113キロと結構ね、重いので気をつけてください。で、補足といたしまして、静電気。接触技を受けると 30% で相手は麻痺状態になるとなっております。で、新特性、電気に変える。これなんですけど、攻撃を受けると充電状態になる。で、充電状態って何なのかっていうと、月に使う電気技の威力が1回だけ上がるという、そんなタイプ。そんなタイプ、そんな特性となります。なので、まあ、ド M なタイプ。まあ、なんじゃもの相棒だからね、多分めちゃめちゃ縛かれると思うから、ね、そんな感じで来てるのかなと思います。でね、ハラバリンの特徴。へそ、ダイナモというへそにある器官で発電いたします。白いコブからね、電気エネルギーを送り出す。これ目じゃないです。こう、顔です。この黄色いやつがね、目と口で、この黄色いやつがね、違います。コブです。で、白いコブをね、目玉のようにして威圧することもあります。で、とてものんきな性格で攻撃されなくてもバトルさせるやる気を育てるのがね、大変なポケモンということで、もうすごくのんきでね、バトルしてくれないぐらい。まあ、言うこと聞かないポケモンみたいな感じかな。まったりしてるんで優しいポケモンだと思います。で、グモーグモーと音を鳴らして空腹を主張する。ハラバリの生息地ではよく聞こえるらしいということで、まあ、これは牛ガエルをモチーフにしてるのかもしれませんね。牛ガエルってね、結構すごい声で鳴きますよ。ぜひね、田舎とか行った時に夜ね、鳴っていたら多分牛ガエルです。じゃあね、ハラバリンのモチーフ。もうこれはね、電気ガエルポケモンなのでカエルがモチーフですよね。で、カエルと電気にね、どんな関係があるのか。こちらなんですけどね、ルイージ・ガルバーニというね、学者が2種類の金属板にカエルの足を挟むと足が痙攣することをね、突き止めた。この発見がね、電気の始まりとされております。なので、結構親密な関係があります。で、ハラバリンに関してね、進化するかどうか。これなんですけどね、進化する前の姿かもしれないし、進化後のね、可能性もあります。現時点の情報ではね、ちょっと判断がつかないので、わかりません。もし進化するならどんなタイプか。これなんですけどね、電気タイプだけか、電気、水タイプになると予想します。カエルとね、電気の関係性から電気、鋼タイプになったら、面白そうっちゃ面白そうなんですけどね。まあ、ここはね、来てみないとわからない。まあ、進化するかもわからないので、楽しみに待ちたいと思います。では、進化先のね、特性。これも進化するなという話でね。新特性、電気に変えるは変わらなそうかな。静電気が電気関連の特性に変わる可能性はね、あると考えております。まあ、それによってね、結構な火力出してくれるキャラになるかもしれないので、楽しみですね。で、ハラバリンのね、隠れ特性。こちらもね、予想しておきたいと思います。こちらなんですけどね、空腹を主張する音を鳴らすので、食いしん坊になると予想しております。では、ハラバリンのね、種族地傾向。これなんですけど、のんきな生活区なので、攻撃はね、特に低そう。で、防御は特防は平均より高そうで、素早さはね、かなり低いと考えております。で、特攻はね、平均ぐらいある。なので、攻撃受けて、ね、耐えて、怒って、ね、電気に変えるで、戦っていく感じかな。ではね、まとめといたしまして。インパクトのある、ね、見た目でしたね。まあ、ただしね、まあ、かわいい、消えていいのよね。可愛いポケモンが来たということで、まあ、ぜひね、皆さん。ちょっとね、進化するか、まあ、そして進化後なのか、進化前とかだったらもっとかわいそう、かわいいね、ポケモン来ると思うからね。楽しみに待ちましょう。というわけで、今後もね、ポケモン動画、どんどん届けていきたいと思います。ぜひね、チャンネル登録、高評価で応援よろしくお願いいたします。ではでは。